30秒でわかるナスカは流進キック戦績7勝2敗に KO を誇り、アマチュア時代にはライズトーナメント50キロと55キロ級で優勝している。判定負けするもののザマッチオープニングファイトに出場した。12月16日のライズで勝利するとマイクで大晦日ライジン出場を直訴。榊原 CEO からは天心と同じ MMA でやるなら相手を用意すると言われ、 MMA ルールを承諾し17歳にてライジン大晦日が内定した。